はい、というわけでやってきました。今日はね、倉敷市の福田町というね、場所にやってきたわけですけども、まあ、こっからがこの古城池トンネルのドライブイン、古城からこの下が、倉敷市福田町と言うんですけども、岡山県警察、水島署は17日、倉敷市福田町の駐車場でペットとして飼われていた大型のヘビポールバイソンが逃げ出したということで、このエリアでにヘビが逃げたということで、その現場に今日は、来ました。結構本当に普通に住宅街とこういうまあ自然的な、まあ、山とか池とかが入り混じってるというか、そういうエリアなので、福田町古神殿です、まあ、この近くは学校教育機関あったりとか、まあそういう老人介護施設みたいなのもあったりとか、本当にヘビが逃げちゃうとヒヤリとするような、そういう施設があったりするんですけども、本当に先ほどの出発地点からここに来ると本当に町というかね、住宅街あったり、まあ、普通の感じなんですけども、まあいう山に逃げ込んじゃうとなかなか難しいのかなと思います。で、警察もね、朝から、捜索を、開始しているようですね。先ほども来た時、何人か警察官の方、探されてました。コーポから、ね、逃げ出したということで、古神殿のコーポってたくさんあるんですけどもね、福田町古神殿ということなんですけども、結構やっぱ広いですね。思った以上に広いのと、この飼い主は脱走してから2日後に通報したと書いてます。ちょっとだから今情報がね少ないのでね、どうしようもしようがないんですけども、
2時間ぐらい、ね、粘ってみたものなんですけども、全く手がかりもなく、歩きさまよってる状態ですけども、やはり難しいですね。まあ、情報によればその攻撃的なね性格ではないのと毒もないので、まあ近づいたらそっとすれば別に襲ってくることもないし、まあ見つけたらね通報ぜひしてください。というわけで今日はこんな感じで、こんな身近な場所にね、で場所でヘビが脱走したというのはちょっと驚きましたけども、で、まあ、近隣のね住民の方もなんか探さされてたりとかしてるようなね雰囲気もありました。まあでもそんなになんか、まあ、逃げたらしいなみたいな、あんまし関心がないというか恐怖感がないようなね感じの人がほとんどでした。というわけで、まあ、こういうこともあるんだなと。思いつつも早く見つかってもらいたいなと思います。という感じで今日はお届けいたしました。皆さんご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。